ATG ジャベリンリノヤショーで公開された ATG ジャベリンのモックアップジャベリンは小型ターボファン創発のミニジェット機でアビエーションテクノロジーグループで開発されている計画は FAA 認証 14CFR パート23であるジャベリンは民間機としては一般的ではない戦闘機のような形状をしている予約ではおよそ点九九五万ドルとなっており 2007年11月5日までに153機の予約金を受け取っている。試作初号機は2005年9月30日に飛行した。ATG は2000年に高等練習機の開発を目的としてコロラド州のセンテニアル空港に本社を構え、2001年に機体の設計案を発表した。2004年10月18日には機体の設計、開発、 製造に関して、イスラエルのイスラエルエアロスペースインダストリーズとの共同開発が決定し、製造工場をオーロラのフロントレンジ空港敷地内に置くことになった。機体には、ジャベリンの愛称が付与され、民間ビジネスジェット機のマーク10、空軍向け諸島練習機のマーク20と高等練習機のマーク30、自国防衛迎撃機のマーク40の開発が検討され、 機体の基本型はマーク20とされた。マーク20は初等訓練から中等訓練までをカバーできるもので、ユーザーの要望があれば高等訓練まで使用可能とされている。マーク30は高等訓練及び戦闘機導入訓練向けのもので、各種表示装置の表示フォーマットを作戦機のものに類似させることで実用機展開訓練の導入段階まで、 使用可能になるという。マーク40はマーク20を短座化したもので、AIM-9 サイドワインダーや AIM-92 スティンガー空対空ミサイルの傾向能力を付与し、最大速度をマッハ1.6まで引き上げるものだった。民間ビジネスジェット機とされたマーク10はマーク20を簡素化したもので、ハードポイントなどが撤去されて、非武装とされている。 ATG では近い将来、このクラスの機体に関する需要は711機から1638機、あるとして、開発を進めていたが、当初から開発していた、マーク22はフランスなど数カ国が興味を示したが、採用国は現れず、開発資金2億ドルの調達が困難となったことから2007年12月に、すべての計画を中止し、 従業員40から50人の解雇も行った。ATG では、ジャベリン計画の売却先を探している。ジャベリンは、タンデム複座の複合材料製で25、25%抑減で33度10分の、後体角を持つ主翼を低翼で配置し、尾翼は水平安定板と垂直安定板で構成されており、垂直安定板はそれぞれ左右に20度外側へ傾けられている。 操縦系統はメカニカル方式。エンジンは後部胴体に並列で配置され、エアインテークは主翼前方の胴体両側面にあり、そのままダクトが後方に向かって伸びている。コックピットは完全なグラスコックピットで、ヘッドアップディスプレイと3機の表示装置を備え、表示装置はいずれも1 2 7 7 8 c m の縦長カラー液晶表示装置。 各表示装置は一時飛行表示、多機能表示、エンジン計器、乗員警告システム表示に用いられ、MFD には移動地図や地形、航空交通管制情報、気象情報などを表示できる。なお、マーク30では、戦術広報や高速での変態飛行、空対地攻撃、脅威回避といった、戦術飛行訓練、合成回行レーダーや、 前方監視席外線の模擬使用訓練なども可能とされる。空対空戦闘へも使用でき、迎撃ミッションや接近戦闘、レーダー下機管制装置の模擬使用等も可能にするとされている。出展、出展不明所限性能、個人向けのスポーツ機として設計された小型ジェット機。パーソナル、ジェットとも呼ばれる。ジャベリンプログラムアップデート。 アビエーションテクノロジーグループ、インク、http コロンスラッシュスラッシュ www.avtechgroup.com スラッシュイベンツドットアスプ、サブイコールプレスリリーシズプレシッドイコール642007年11月13日、閲覧。ロッキーマウンテンニュース、ジェットビルダー ATG フェイセズファイナンシャルウォーズ。ありがとうございます。